全国の麻雀ファンの皆様こんにちは。本日は第14期グランプリマックス一次予選 C 卓の模様をお届けいたします。司会実況は私三越京子が、解説は奈良慶純プロが務めます。奈良プロよろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第14期グランプリマックス一次予選 C 卓1回戦が立ち合いに藤原貴博の合図で開始されました。座順はちいちゃよりあら、なんちゃにつかだ、しゃーちゃにわくつ、ぺーちゃにしばた。一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで5回戦を戦い、トータルポイント上位2名が二次予選に進出します。当院局ドラはしゃ。それで改めまして奈良さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。3回戦ですね。今 1回戦って言ってました。あ、申し訳ございません、はい、大変失礼しました。3回戦になります。現在2回戦まで終わってポイントの方が出てるんですけれども、はいはい、もう和久津さんはもう結構逃げ切り濃厚ですよね。突き抜けちゃいましたね、はい。3着目の塚田さんとも70ポイントちょっとあるんで、うん、ですね、 73.2 ポイントですか。ここ枠さんも結構もう、はい、多分塚田さんも、はい、柴田さんも逃がしちゃっていいんじゃないかなって考えてると思います。はい、で塚田さんと荒さんはまだ24ポイント差なんで、うん、まだ全然わからないですね、うん、ひっくり返りますよね。1回トップラスでひっくり返っちゃいますよね、はい、で柴田さんはちょっと離されちゃったんで、はい、60、70ポイント弱原さんまであるん で、ね、はい、ちょっと2トップは必須かなっていう、2トップは必須、はい、感じですかね。なるほど。というかもう原さんよりあと3回全部着順上取んなきゃっていう意識で、はい、なるほど、いっていくと思います。原より着順を上で、最低2トップという厳しい条件で、はい、それでは当院局の、ね、選手のハイパイ見てまいりましょう。アラがなんかもうすでに結構手形良さそうな、ピンツで2メンツ、マンツで1メンツ。塚田は統一が多い手格好ですかね。そしてワクツはピンツでちょっと多めの格好でしょうか。そして柴田ピンツと相図で2メンツあります。うん、柴田さんはちょっと6、7、8の3色にしたいですね。ああ、そうですね、チンバ残してますね、はい、お、アラガニサシも見えるか、うん、ドラ誰も持ってない。あ、持ってましたね、ワクツが1枚。さあ、どのように手配になっていくか。これはパーンなんですかね。さっき2回戦でちょっと言いましたけど、はい、ワクスさんのなんか手配の速度が読みづらいっていうのが、はい、やっぱこの曲もちょっと現れてると思うんですけど、さっきあのドラの難、うん、暗号にしてあの柴田さんから打ち取ったじゃないですか、はい、あの時ってすごい手形整ってたんですけど、はい、今って結構まだ遠い、ピンズの一色って言ってますけど、うんうんうん、まだ遠いじゃないですか、はい、でも切られてる皮を見た時、対局者から見ると、うん、結構なんだろう、また似たような感じに見えるってると思うんですよ。真ん中がマンツでソース切られてます。あ、テンパイだ、テンパイ、パピン。さあ柴田の先生リーちゃんパピン。なんでね、なんか毎局っていうかその、はい、毎回そう対応するのは難しいんでまあ自分の手と相談してやっぱあの攻めたり守りの攻守って決めると思うんですけど、はい、結構その辺の判断がねすごく難しいと思うんですよ、対局者からすると、はい、でなんかまあ和久津さんがそういうなんていうんですか、見せ方というか見られ方が上手いですよね。はい、今も行ってるのか降りてるのか、多分つもぎりが続いてる感じですかね。まあチュンナンはチュン現物で、はい、ナンも2枚切れなんで、はい、まあそんなにまだ分かんないですけど、
さあ、そしてアラマ高級のイーシャンテンに差しの3色もある、うん、このローマンはオス形か。アラさん、くっつきのイーシャンテンでちょっとマンズ周りがちょっとね、はい、パー1が3枚見えてるのかな。マリアンピンは動かずで、塚田は誰ですかね、安全牌を切ってる形か。そしてウッパーピンはいますかね。1、2、山4、うん、いますね。 3山かな。天牌ですよ、数ピン切って今2ピン切られたとこなんですね、はいはい、いや見て、うー、2ピンだと3色、ウーピンは1枚か、でリャンピン1枚、はい、パーピン、靴のリャンピンとかもしかして危ない可能性もと思ったら柴田のツモ上がりでした、うん、リーチピンフツモ、ツモの700-1300の上がりです。和久さんも今リャンピン柴田さんに合わせたんですけど、はい、あの、アラさんのやっぱ E ピン見て、あ、E ピンじゃない、スーピン、スーピン見て、はいはい、さすがにちょっと親ってなるんであれ押してるな今通った4品、はい、危ないかなって、まあ、切れないんで、そう、あとヒヤッとしてしまいましたけれども、柴田のつま上がりで本局終わりましたね。さあ、トラパーピン親番塚田になります。ピンズで一メンツありますね。靴はトイツの多い格好か。ピンズで一メンツ、ドラ1枚ある、柴田トントイツ、そしてあらはシャーがトイツですが、お高瀬になります。さあ、どのように手配進行していくか。そんなに目立った感じの人が、まあでもやっぱ柴田が一番よく見えますかね。柴田さんがそうですね、一番整ってそうですね、はい、うん、もうちょっと下には行けない柴田ですから、ここは展望取りに行きますかね。もう打点も、はい、打点も欲しいんで、はい、トンを暗行にするか、トントンって切っていけるような手に伸びてくれれば。なるほど、トンの統一落としも。あ、でもドラパーピンで6球ピン受けあるから、ちょっと、あ、そっかそっか、単用はちょっとあれですかね、確定しないんで、はい、トラ引きだ。まあ、手広い形に。そしてこの3ピンを和屈が仕掛けてきましたけど、これはこれはもう脅かしです。これは脅かし怖いよ。N3 ピンチーしてチーワンチーワンとかってこういうのが効くんですよ。これ今実際手バラバラじゃないですか。はいはい、さ、役もないし、はい、だって役だってチューン重ねるしか現状ないですもんね。はい、いや、つかな、ちょっとこれはプレッシャーかもしれないですね。いいシャンテンですけどね、こういうチーソーとか出てから来てくるもう速度が全く分かんないんですよ。これは分かんないですね。なるほどね、こういうのを見てると、こういうのを見てるとさっきのね、さっきのもあります。3ピンの宝珠とか、もう無理ないですね、柴田さん打っちゃうのとかって、だから全部は対応できないんで、はい、はい、でもね、これも、あ、塚さんでも3ピンいってますね。ねえ、迷いなかったですね、3ピン切り。この辺がなんかもう駆け引きというか、はい、なんか泣いてみろよみたいな切ってみろよ泣いてみろよみたいな感じのお、だってアップじゃないか、まだ急走がありますから ね、 ね、これも全部手出しっすよどこから泣いたのってもう分かんないじゃないですか。ね、そうですよね、うん、柴さんはでも行きたい、これは、うん、ドラドラなんで、はい、ドラドラでトンが、あ、トンが1万円か。そして塚田もちょっと行く気がありそうですよね。3万は手の内に、あ、一応ちゃんとか見えてきた、うん、ですね、ですね、はい、そして
って柴田ね、リアマンをボンでこれでいいシャンテンの形になりました。トーンは一枚切れ。お、いいじゃないですか、残した3万ね、スマくっついてタイヤ、リアメンリアメンのいいシャンテンです。おお、これでトンのドイツ落としてタイヤ上がりやすくなってきたか。翔さん、リャンマンポンか、あ、そっか、塚田さんも柴田さんもきつい、これ採用ですね。あー、3万、これトントンってきたんで仕掛けてトントンなんで、はい、柴田さん結構本物入ってそうなんで、和久津さんの対応がここから見ものです。でもしっかりカードしてますもんね、もう9万、はい、いい万、いい万とか、さすがです。ローピンか、ローピンちょっと切りにくさがあるか、うん、一旦手の内、さあ柴田いいシャンテン、パーマンもちょっと厳しいですかね、使わなかったパーマンが結構きついですね。これは難しい、トーンは難しい。でもね、柴田が統一落とししたから切られたっていうのも、まあ、それも大きいですよね。あ、これでパーピン、あ、リャンピンも泣けた、これでリャンパーマン、ただ現状リャンパーマンいくつ残ってるでしょうかね。あの、ウーアン流れた。そうするとじゃあ本来はリャン一品でテンパってたかもしれない。リャンワン1枚か、ウーマン泣かなければウーマン引きでテンパイ、ウーマン引きでテンパイしてましたね。柴田タンヤドラドラ、リャンマンはもうなしで、ウーマンはウーマン 1?2、3、ウーマンが残り1枚、パーマン1枚あるかな、パーマン1枚、パーマンはいる感じですかね、1枚ずつ。そして塚田もテンパイ、リャンウーマン、塚田もウーマンが1枚いる。じゃあパーワンの分柴さんちょっと有利、そうですね。そしてあらばこの形、シャアの統一落とし、どうなるか、1枚ずつ、あー、配定がなくなっちゃった、ローソンのアカン、そうです、塚田が最後ね、どうなるかなと思ったんですけど、ちょっと気になりますね、あらの、はい、アンカンで配定は終わってしまい、塚田と柴田の2人転廃で流局となりました。これ時ちょっと背景気になっちゃうんですよね、ああ何だったのかなって。塚田さん目線はめっちゃ気になりますね。そうですよね。塚田の連チャンとなります。ドラはパーピン、うん、ドラ1枚見えましたよ、ソーズで一目つありますよ、いいんじゃないですか、うん、塚田さんこの曲連チャンできたのは大きいですね。おお。なんか和久津もなんかでも良さそうな気がする。柴田ペイ統一、和久津さんの泣きにちょっとあれか、くっさないで、そうでしたよね。ピンとちょっとかぶせつある、全然迷いなかったですよね。結構今まではちょっとなんて言ったでしょう、やっぱり何か誰かの仕掛けが入るとすごい器用に対応してるなっていう感じがあったんですけれど、と今回まっすぐでしたね。この親番一回したいですよね。もう本人がそう思ってるんですね。ここ降りちゃいけないみたいな。お、嬉しい換算像。うん、うん、いいじゃないですか、うん、この観ローマ。
イシャンテン。そしてまた枠津から9ピンのね、チーの仕掛けが入っています。塚さん、この曲はまっすぐですね、もう降りないです ね。もうちょっと手広い感じですね、掃除で伸ばせる可能性もある。枠津はまだちょっとバラバラなのでまだ戦える。あらはちょっと厳しいですかね。ガラさん白髪抱えちゃってるんでちょっときついですね。一度テンパイですがリーチだ。カンチーピン。さあ親の塚田の先生リーチはカンチーピン、リーチドライチ。しかしチーピン山1枚ですかね。これリーチ打ってたのが大きいですね。そうですよね、親リーチ大きい。靴にチーピン浮いてますが、これはまあ出るのは難しいですかね。現状相当出なそうですけど、他に切るものがありそうな。で柴田も手配悪くなかったのですが、もうちょっと手を崩さざるを得ない感じか。いやここはちょっと積もって2000オール加点したいですよね。ちょっと積もれば、はい、原さん、まあ、瞬間ですけど、はい、上行きますか。おお、そうですね、瞬間トップ目。ああ、あのあれですね、あの表示ですね、はい、そっかそっか。ちょっとでも手良くなってきたな。まさかまさかが起こっちゃう。チンイツドラとか上がんないよね。まあでもまだ白髪うそう。まだでもだってローピンとか9ピンとか残ってない、ね、え9ピンとかありそうですね、引いちゃったりとかね。ピン通った。ちょっと考えてる。さすがにきついか。もう柴田さんもきつい。あ、でもいいシャンテン。あ、チーピンもなかったですね。チーピンなかった。なかったですね。はい。ドラ評判にいた。1,2,3 あと靴の手に1枚でなかったです。まあここはでも一人テンパイでも上等みたいな感じのところあるんじゃないですかね。あ、そっか、3枚見えでリーチ打ったんだ。そうですね、3枚見え状態でした。とかドラパーピンスもね。うん、やっぱ不服ですけど、やっぱリーチ打つことに結構意味あるんで、はい、はい、テンパイですね。まあでもいや、そっか、ちドラパーピンはきついんじゃないかな。で、ローソーとチーズのシャンポンですもんね。切るとしたら、あ、もう手を崩していく形、うん、あの、うん、一緒でもできた。ローソーチーズも切りづらいですもんね、シャンさん。ワクさん、テンパイ取れちゃうよ。これ3ピン切れば関数さ、恐ろしいんですけど、あらららら、まあ役はないですけれどもね、一人天敗と二人天敗だとね、供託展望の、展望の収入も違いますからね。三品、わあ、なんか枠さん天敗取れそう、なんか雰囲気。まあ、チーで流れてるんで、配定上がりはね、ないとは思うんですけどね。配定は最低勝負ですからね。はい、二人天敗の大丈夫、通走、通走現状順からなんで。あ、なるほど、順からのし、さあ変なの引かなければどうですか、チースを。あ、これちょっと切りづらい。あ、これは、あ、すがに打てないと一人転敗濃厚です。さあ塚田の一人転敗で入局しました。さあ、りんちゃんです。ここでね、1回戦2回戦と
沈んじゃったので、ここは浮きを取りたい、トップを取りたい、なんかそんな気持ちが伝わってくるような気がします。ドラウーピン、チュンが統一ってだけですかね。よくはない、やっぱりよくはないですね。そしてワクサトラはありますけれど、まあ、ソースで一メンツ、うん、どうでしょう。なんだか端っこが目立つような雰囲気です。柴田ソースで一メンツ、なんかまとまりやすそうな雰囲気。アラーメンツもないですけど、内側に寄ってて単葉っぽくなりそうな感じがします。あ、なんかゴロッチとかも見えちゃいますね。現在まだトン2局、各社展望は平たい状態。まだちっちゃいですけど、塚田さんと柴田さんちょっと浮きに回ってるんで、はい、なんとかこの並びというか、うん、はい、いいですね。塚田と荒の差が、まあ、あの現状ちょっとかなり差は縮まってきているので、柴田もね、あ、あ、いいじゃないですか、ウーピン、トラ引き、ワクツさんがドラドラ、柴田もう一丁ドラ引いちゃえと思ったんですけどね。あ、でもまだドラあるか。さあどのようになっていくか。ここであらペイの仕掛けですね。1枚目から仕掛けていきました。え、塚田ダブトン統一、チャンス、チャンスですね。ダブトンとチュン統一なのでかなり打点見込めます。これでどうする、一通寄りですかね、どうしよう、急走手放しますかね。あと一通もみつつ、一通と一応ゴロチ、あ、ゴロチもあるんですね。そうですね、ゴロチ一通のイーシャン、はい、イースピンとかね引けば三色目のあるリーチが、あーでもなんかちょっと一番嬉しくない不服だけどとりあえずパーマンでテンパイやみてんです。でも待ち替えできますからね。さあゴロチに化けるか、ちょっと枠つ馬浮いてますね。イシャンテアラ、現状テンパイしてるのは柴田、ウッパーマンでピンフドラ1。柴田さん闇天か、なんかちょっと意外だな、はい、なんか、ああ安めだったらもうリーチっていうイメージですか。まあ、高めの振り替わりがでもスッチピンあるのか、はい、2種でもスーピン2枚切れですもんね。あ、そっか、スーピンで1ピンしか変化ない。あ、パーマンが放たれた状態です。塚田からの上がり、2000点は2600点、供託リボンをゲットですね。加点していってる状態、柴田。あ、ローソーが、これはあれですね、ちょっとリンシャンが見えた形になっているので、今立ち合い人の方でと直す感じでしょうかね。別のハイと混ぜて一番リンシャンパワンパイの一番奥のあの絶対使われないハイと交換するっていう形ですね。で雑魚になります。あと3局、枠つの親番、ドラは9万、トントン、ドラ打点の種はある。そして柴田はドラは1枚、まあ上の3色になる可能性もあるか、あら、ソース多い。塚
つかたピンズで一面ずつ、チャーチキューの3色ももしかしたら。ワクさんもキリが独特っすよね。すっぴんからもうローマンスピンですよ。今回皆さんね、こういうの見てどう思うか。ローマンスピンですからね、キリと三蔵。どのようにしていくのか、ちょっと3色見切っての急走切り。何を引く、あ、いっそちゃんたにちゃんたに手配がダブトンちゃんと3色みたいな。うわー、ドラマあるんですよ。ちゃんと3色ドラ。チーマンもね、三品もね、まだ山にいますので。これでダブトンを仕掛けるともしかしたらちゃんとは崩れちゃうかもですね。チュンがあんこだ、サツカだ、いいシャンテン、ドラが一枚手の内にある格好。あ、リャンマ引いた、リャンマ引いた、リャンピン見せちゃった、いいシャンテン。これは嬉しい、ペンチーソー。あー、そしてそうか、カンパーマンから仕掛けられましたね。はい、これで塚田チュンドラ1のスッチーソーの天杯です。さあどうなる。これは結構場に2枚は切れてるけど、山4ですね。4山。しかし和屈も大きい手がいいシャンテンなんですよね。景色はいいです ね。みんな想像の真ん中ほどよく切ってて、柴田はスッチソ使うので出ない格好になりますかね。あ、そしてダブトンをポンで、これでテンパイ、ペンチーマン、ダブトンドライチ。チーマンは1枚3山ですね。3対4。柴さん、そして柴田挟まれた格好でしょうか。切りづらいですもんね、ドラ。ちょっとこの手に、そう、スッチソ、スッチソかペンチーマンか。うーん、なんかドラタンキ、ここでドラタンキ、ドラタンキだと山内ですかね。柴田さんテンパったら補充出ちゃうするかな。そう、もう、あー、このアラさん持ってきちゃった。あ、アラさんか。でもアラがどうですかね。ダブトン仕掛けた後、第一打ローバンで、あ、チソは塚田の上がりだ。チュンドラ1、2000点です。まあ、ドラの9番はちょっとね、はい、あの枠さん第一打ローバンでダブトン仕掛けた後手出しパーワンだと、なんか裏目に寄ってそうじゃないですか、うん、はい、なんかパーワン関連してると思うと9番持ってそうなんで、なるほど、ちょっと9番は切れない。塚田も粘っています。32,200点。そして親番は柴田、初が統一。トン4局ドラバトンになります。アラソーズで一面積見えてます。塚田ドラが1枚、靴ドラが1枚。イペコできた。イペコがマンズの789でイペコできちゃいましたね。あれも結構手形まとまりそうな雰囲気あるでしょうか。いや、どうなるんだろう。あー、なんかさらにワンズ引いちゃった。
マンズディヒトメンツ2差し見えますね。ここはソースの方で顔面を固定していく。さらにマンズ。さらの音ですね。さあどうなっていくか。9万ポンから9万ポン、イーペーコ崩したの9万ポン。あ、これも面白いですね、はい、9万ポン。なんとなくなんか福津さんがちょっと1万8に寄せた時に、はい、なんかあれもしかしてちょっとこのバラバラ問い詰みつって考えてるのかななんてちらっと思ったんですけど、だって先にチーマンポンとかできたらだってパワーなんて止まんないですよ。だって、はい、先にチーマンだったら止まんない。だってインペコできてたから泣いたの、はい、ってなっちゃうんで。そうですよね、そうですよね。で9万ポンだからだったらちょっと評価は変わって。いやでもね、ニャンソーリャンソーだから、はい、なんかこれちょっと本物っぽい本物っぽいドラもありますしね。そしてあれスマンか、スマンチ、ニフロです。行きにくい格好になってしまったか、皆さん、うん、ローマン、まだいける、まだいけるというニフロ状態に、まだいける。アラはそういう風に見てるんですね、うん、柴さんも言います。もう3万切ってるんで。そしてイーシャンテン柴田、しかし転敗した時にドラのトーンをどうするか。つかでもイーシャンテン形、イーシャンテンですけど、まだ靴がトーンを切るのは時間かかりそうなので、先輩まで飛んでなそうですけどね、うん、3人とも、はい、そこは残さない、まあ余らせちゃう、らせられるとちょっともう悩ましいところ、どこが、ちょっともうあれですかね、回し気味で。うん、パーマン。しょっぱいですからね。うん、こういう展開になってくれればもう枠さんは 大成功ですなるほど。曲潰れて、自分失点なしで、そうですよね、回していけばもう、はい、OK なんで、はい、この辺本当うまいですよね。これだと全員ノーテンの可能性とかもありますかね。まだまだもありますね。でもちょっと、他の3人がもういけない、トーン1枚ドラのトーン持ってるんで、やっぱトン短期想定に、はい、でみんな手組むようになっちゃうんで、やっぱ短期転廃、はい、やっぱその受け入れすごく少なくなっちゃうんで、はい、もう柴さんもこれトーン切ったらめちゃくちゃ広いんですよ。サブローピン、ウッパーピン、青ウッパーみたいな、はい、でももう切りづらいですもんね。柴田の発ももちもちになり、靴の天配もちょっとねチーマンないし、ワクさんもあるのか、まあ、テンパれれば嬉しいですけど、もうもういい、もういらない、もう曲潰せること自体がもうワクさんにしては、はい、あ、これでちょっと頑張れる、あ、ドラドラだ、お、ただ初はもちもちだ、初ないトンもない、はい、ウッパーはなければ、あー、なるほど、切らないですもんね、ティークか、あ、そうですね、あ、もしかしたらトンが出る可能性も、
ちょっと枠さん切らない、あ、でもあテンパれば切るかな、ね、みんなもう受けてる、受けて順っぽいんで、はい、テンパれば切りますね。なんかロンって言われなさそうなんで。なるほど、ね、これまっすぐ行ってればこれ、うん、柴田さんテンパイ取れてるんですよ。あ、ピンズのところで取り切ってれば、うん、あ、テンパイ取った、テンパイだ。あ、これで、これでじゃあポンして柴田テンパイ取れた。バーマンでも多分もうない。バーマンはね、まあもう出ない、出ないですからね、うん。これ枠さんも見事だし、柴田さんも見事、はい、ええ、2人転廃で流局、枠津と柴田の2人転廃です。9万からの走りできてる、イペイコーの9万からのポンで、結構でも柴田も対応しながらもドラを重ねてるのね。なんとか転廃取り付けて、いや、この1曲、次の曲大事にしたい。はい、これ弾みつけられるか。ドラウマンです。こういういい連チャンの後はなんかいいハイパイ来るような。はいはい、あ、ドラも1枚ありますよ。ペイからいきますか。ペイから、ペイから本一、はい、本一になったら嬉しいですけど。あ、ということは関西ピンの血はない感じですかね。いや、そこはしない、そこはしない、それはしない。一回なんかはまたごちゃごちゃやってきた。あそう、靴からのすまんの血、両面です。まあ、両面血、まあ、徹底しますね。もうみんな疲弊してますよ、これ対局者は。つかだんたらがまだこの形ですからね。だって速度全然分かんないですもん。ドラ持ってんのかなとか、ドラ持ってんのかなって、またあの単位青なのかなと思っちゃう、はい、マンズで染まってんのかな、分かんないんで。でもなんとなくなんかツモが結構効いてきたような。あ、そして柴田嬉しいですね、これね、換算層。どうするか、想像が詰まってきました。ちょっとまとまってきた、続々出てきる。あら、ペンちゃんがネック、ペンちゃんにゃんがネックになってますかね。想像詰まってくる。なんかいい感じのハイばっか聞いて、聞いてくるような気がしてね、有効ハイ。そう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 、有効ハイばっかり、まあ、ちょっと手が丸すぎるんで、なんか、まあ、あ、なるほどなるほど。有効ハイ引く確率はめっちゃ高いんです、高いんですよ。なるほどね、何を引いても有効ハイになっちゃうんですね。有効ハイになりやすい。そかそか。柴田の手はいいですよ。塚田はドラを浮かせている状態。わあ、枠さん、まさかのイーシャンテン一番乗り、ね、イーシャンテン。いいですね、パッピン重なって、これでイーシャンテン。しかも枠塚からチーマンが出る可能性も。でも泣くかな、チーマン。にゃんめんから、にゃんめんから。でもドラのね、とこだからどうなんだろう。チーマン、どうだ、仕掛けた換算ピン転廃、初ドラ1です。積もったら1300コールだから結構またなんかね、大きい収入になるかと思います。でも3ピンが、あ、でも2枚あるか、2枚ある、十分。柴田さんは本当は泣きたくないはずなんですよ。うん、でも枠さんのやっぱ速度結構読みづらいんで、はい、なんか仕掛け入ってるんで、ちょっと確実にあのテンパイ取っとこうかみたいな。あ、お、積もりました。初ドラ1の1300オール、1本まで1400オールになります。
これで結構4万点ちょっとぐらい超えましたか？ね、そうですよね。話に大きいのではないでしょうか。4万2000点。全曲の親のつなぎがなんか良かったなっていう気はするんですけど。はい。粘って粘って打って、そこでの1300ホール。3回戦で柴田トップ取ればね、分からなくなってきちゃいますよね。ここはちょっともう。ちょっといつ？はい。ハックは？ハック、ハックなんか誰か持ってるのかな。ハックなんか、塚田さんとかにね、1枚見える感じですかね。バラバロピン。ラサギはないかも。もうひとまずまた連チャンにつなげられそうな、そんなハイパイじゃないでしょうかね。嬉しい感じ、なんか連チャンはできそうな、はい、気はしますね、はい、吐く手放しますかね。1枚切れてる6、ただパーマンは頭にで、ペーチャーでペートイツ、ワクツさあ、柴田連チャンいけるか。うん、他の方々もね、別にそんな悪くないですからね。ワクツがちょっと一面つかぶり気味ですね。アペがポンでさあ、ワクツペイの発進。3ピン重なる。これでチートイツにはしたくない。いいシャンテンけど、何切るかが難しい。ひとまずいそう。これ薬杯のトイツ2組あって、はい、チートイツのいいシャンテンって仕掛けどこも難しいしいいとこ引いたウピン。これでいいシャンテン。これちょっと何とも難しいですね。でも何を切るのって問題ですよね、これね。あ、ここでチューン、アラのとこに重なってもちもち状態になってましたね、柴田と。まあでも柴田初泣けて、これでいいシャンテンです。またリアシャンテンかな。あ、リアシャンテンですね、失礼しました。マラさんもチートイツ、いいシャンテン。そうですね、いいシャンテン。あ、ドラメンツが出来上がってる。あれですね、トイツ、チースを切りましたね。メンツでの方を選択した感じですか。あ、さあ、このパーピン柴田チーしまして、これでいいシャンテン。あ、ちょうどここアラさんと柴田さん、もちもちか。そうそうそう、もちもちなんですよ。まあでもね、柴田は別にチューン投げなくても上がり目はあるかな。でもなんとかなりそう。荒さんは逆にチューン投げないとちょっときついですね。いや、そう、山に2枚あるし。数ピンがちょっと薄いですけどね、まだ1ピンも。あれはちょっと対応気味ですかね。ここでカンパーマンでワクツテンパイです。カンパーみんな打っちゃいますね。あ、塚田さんといつで持ってるか。そうですね、塚田だけ出ないか。そして残り2枚なんですね、山にね、パーマンが。あ、このリアンスをポンして、はい、イスピンだ。パーマンは残り2枚、イスピンは、イスピン1枚ぐらいしかない。スーピンはなし、イーピンが1、イーピン1枚いる。2対1、罰強的にはイースピンもパーマンもあれですか、良さそうです、出やすいですかね。イーピンはちょっと、はい、誰からも出ないような気はしますけど、パーマンはちょっと、はい、パーマン出やすい。そうですね、パーマン出ない、パーマン切られてるし、ロマンも切られてるしね。なん
はよく見えるか。そして天杯ですね、塚田。スッチーソー闇天。スッチーソー三切れ。もうなんか景色的に良さそうですね。スッチーソーも2枚かな、1枚ずついる。そうですね、1枚ずつかな。ここは裾で上がりました。あらからの上がり、ピンク1000点ですね。あれ何本場でしたっけ今。日本場かな。日本場1000は1600、日本場だった気がします。レンチャンレンチャン。ワクツとね、柴田が転廃している中に一番最後に追いついた塚田が上がれる形となりました。さあ、荒の矢番となります。あ、今もしかして塚田さん浮いてると荒、はい、さんと変わったりしてるかな。お、展望表示が楽しみです。 まだかちょっと、でも追いついてきてますね。もう接戦ですね。接戦です、うん、アラガラスのままでこのハンちゃんが終われば塚田学科有利ですよね。まあ、柴田さんもこの並びで終わらせたいですよね。そうですよね、柴田にもチャンスがある。まあ、靴はちょっと沈めの3着ぐらいだったらもう全然 OK ですよね。マクさんはもうこのまま、まあ、あのポイントリードしてそうですよね、曲潰していければ、はい。第1局ドラガローマンです。ワックスチューンがドイツ、ペイがドイツ、柴田ナンがドイツであります。そして一面ツアラドラ引いた、なんかすごくいい感じでした。さすがだ、ピンズネリア面で固定しています。このチューンをワクツがポン、ソーズのペンちゃんを払っていく。チーソーが柴田のところに流れてきましたね。あ、ヒーマンガンコニーイーシャンテン、塚田もできることならこのハンちゃんトップまで行きたいですよね。トップは取り、まあ取れるなら取りたいですね、うん、はい。初が重なった、うーん、三層の統一落とし、まあ、どっちにしてもリーチ打たなきゃいけないって格好だしって感じですかね。初一枚切れ、あ、一枚切れか。ワクツさんインシャンテンまで来た、はい。トーンは2枚切れ、ワク1枚切れ。アラさんもいいペーコできた。いいペーコ、はい、できました。アラね、トランプあるしね。つかさ上持ってると危ない、はい、あ、なんかあんこ、お、にゃんまん、うん、つもりですか、はい。現状頭がない格好のアラのイーシャンテン、テンパイだ。これはリーチか、一手代わり。一応チャンタもありますけど、あー、でも急走自分で切ってるんですよね。ドラマチ、うん、カンローマン、カンローマン、あー、ドラマ、うーん、9-1一切れですもんね。うん、運満がどうしても切りたくなかったってことですかね。あ、9万、痛い、これは痛い。ちょっともう枠つの格好を見て、そして柴田イーシャンテン、そして
キャラどうなるか、なんかテンパイじゃないですか、パーマンで。闇天だ。闇天ピンピン6危ない。闇天ピンピン6そうですね、単品一平行ドライちゃん、なんかすごいドキドキする。パーマン1枚ありますね。ウーマンは切られにくいでしょうか。ウーマンも1枚、そしてリーチは柴田からです。サブローマン闇天か、ウーマン柴田さんの顔にある、あー柴田の川にある馬。2品はそこまでですもんね。3品3枚芸、はい、2で、はい、ドキッとしちゃう、ドキッとしちゃう。そしてその何卒そう中筋手に汗を握りますが、塚田は初の統一落として対、ね、回していきます。ちょっとだけ塚田の馬は危ないなんてことはありますかね。青青柴田の現物ならたらどうかな、はい、間に合いそうな感じですか。そこまで強い牌、あでもうーん、ああまって天敗ではない。そして柴田の上がり目もありますね。虎が2枚あるか、スーピン、これも目立たない。はい、枠差しかけたからマンズはもう切れないんじゃないかな。さあ残り少なくなってきた。西2枚切れまあ初の統一落として、さあテンパイできるか枠通。そして柴田プラダガイパンパン、あらの太陽ピンフイーペイコードライチ11,600点、闇点でした。あ目に見えて4枚目、あ多分残り枚数は柴田の方が多かったと思うんですけれども、ちょっとせっかくコツコツとね展望積み重ねてきた形でのは結構知りたかったですよね。柴田さんトップ目から、はい、原さんトップまで行ったかな。そうね、11,600円リーゴ込みで、柴田沈みですね。アラが今32,300点で、すごく大きい、大きくですね。あそのトップですね、はい、いや今の柴田さんは痛い。柴田さん目線はもうなると塚田はその、はい、現在のアラをかわすのはそんなにポイントはないですけれど、ちょっと荒が浮いちゃいますからね、トータルポイント的に。まだまあ僅差ですけど、はい、上行けるならまあ上行、うん、きたいですよね。現状まだ負けてるんで、うん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 、いや塚さんウーマン切りで良かったと思うけどな。あれですよね、ウーマンを切って6万だったらすぐに積も上がりで、終わりだった。どうかな、ワックスさんに泣かれそうとかあったのかな。まあでもワックスは警戒してですよね、きっとね。ウーマン切れなかった、ウーマンよりもパーマンの方が9枚1切れでしたもんね。そうですね、9枚1切れでした。まあ自身の上がりよりもちょっとこうワックスを警戒したっていう、なんか闇点判断とかはいいと思うんですけど、なんか切るなら上で良かったような。でしたね。まあそれが結局その競っている相手のアラが11,600上がるというふうに結びついて、この後どう影響してくるでしょうか。にしてももう皆さんね、トップからラスまで全然ありますからね。そうですよね、まだ着順全然分かんないんで、枠通は万が一ラスだったとしても、まあ、現状ラス目ですけれども、うん、まあ2万5000円ぐらいのラスだったらなんか全然まだ全然余裕ですよね。
やってる本人はちょっとラス食ったら気分的には良くないんで、うん、ですよね、まあ、ポイントはまあいくらあってもいい、はい、あの欲しいんですけど、はい、まあ、結構、まあ、セーフティーとは言わないですけど、うん、あ、スイスイとなった模様です。アラの連チャンになりますね。南一極一本場となります。さあ、ドラは何でしょうか。キューピンになりますね。ハッシュ、ハッシュ、九種か。全然やった7種。磯からの切り出しでしたね。さあ、塚田、塚田は想像で一メンツ、ドラも1枚、ワクツドラ1枚、うん、でカッコはいいですよね、まとまりやすいでね、うん、早そう、ただちょっと打点があれか。まあでもまだね、あの 29,900 点ですから、ちょっとさっきのピンピン6はあのショックだったと思いますが、まだあと半周あるんで、まだね、そうなんですよ、はい、そう。カンパンマン引いたら、もう順調。うん。あ、枠ツもちゃんと3色とかがちょっと見えてるような。あ、塚田さん。あ、塚田でしたね、うん、失礼しました。塚田さん、ローワン統一落とし行ったんですね。おお。もうちゃんとつけるぞって。という嘘は採用しますから、ね、いつがねありますもんね。何やそうどうするか。三層切って目いっぱいじゃないですか。単葉マックス。なるほど。あ、ドラだ。うん、これはどうでしょう。アーツ選択。ああ、シャアの統一だとし。スイピンはいらんぞというようなウィピン切りでしたね。あ、これは想像がつながった。ワックスさん多分本当は多分わかんないですけど。三ピンテンパイ。換算ピンテンパイです。換算ピンテンパイです。ワックス。九ピン切って、はい、なんかもうドラの九ピン切って安いよ。見せて多分、ね、仕掛けたかったんじゃなかったかな、ワックスさん。もしかしたら、なるほど、安い仕掛けすれば、はい、もうワックスさんも結構逃がして OK って多分3人思ってると思うんで、なるほど。あらもテンパイシーペン3層残してドラの9ピンってカンパーピンの受け入れ消してましたからね今、うんうんうん、これ3色目はそうですよね。さあ、そこはアラの、はい、妻上がりとなりました。手回り待ちでしたけど、はい、そうですね、789の3色手回り待ちでした。ここはスイピン妻上がりで700オールは800オールの加点をしていきます。さあ、アラもここでね、トップで終われればかなり勝ち上がりが濃厚になってくるのか。まだでもちょっと塚田さん素点持ってるんで、あ、そうですね。じゃあポイント状況、塚田が、そっか、こういう感じか。いやだな、荒さんと枠津さん、はい、上2人いるトーナメントってすごい嫌なそうですね、ちょっと希望があんまり見えない感じがしちゃいますね。嫌な組み合わせですね、逃がす2人としてはドラがパーマン9局2本場です。ドラドラですよ、アラが。アラさんチャンス、なんか形がとても良かったような感じがしました。ペー仕掛けてる。あ、もう仕掛けてましたね。ペーチャペーチャじゃなかったですか、シャーチャでした。シャーチャです。はい、いや、ちょっとアラさんがのなんかすごいんですけど、マンツで一メンツ塚田カンパピン入れてね、いい感じかな。そしてワクツは
この形で仕掛けたんですね、おたこさんね、うん、なんか今日見れてよかった気がします、はい、なんか和久さんのちょっと勉強に、はい、なるほど、なりましたどこかでトーナメントで、ね、ぶつかる可能性もありますかね。まあ二次予選ではねまだ合わないとは思うんですけれど、次は当たんないですよね。次はそうそう、二次予選はね、このシータクはあの奈良さんが行く二次予選 B タクとは関係がないんで。塚さんもやりづらいですよね、はい、こう仕掛けられてそうですよね、下茶はくつたんで謎の仕掛け、うん、そしてあらいいシャンテンだ。いやまた打点がねありますよね。さあどんな形になっているか。二刺しまでついてるじゃん。おー怖い怖い。さんめっちゃチャンス、うんうん、何でもいい。あ、一番理想的なやつちょっとドラ切って目立つけど、闇点か、闇点か、これ闇点だと思います。闇点で両層積もって6戦おるか。あ、いやこれ効くな。嘘がなんかちょっと危ない感じの方がいるんですよね。まあ嘘だったら 5% ですけど、塚田さんがちょっと危ない。でも警戒入るかなこれ。さあ両層、両層山に2枚。ああ嘘か。でもまあ直撃安めで、そうですね、もうちょっと痛いですよね。太陽ピンフドライチで5800点は6400点の上がり。あと競ってる相手からの直撃の5800点 で、 うん、でしかも塚田さんがこれで沈んでしまって、もしかしてラス目に行ってしまった。ラスまで行っちゃったっぽい、ね、ラスまで行っちゃいましたね。そうですね、こうやって見るとすごい展望にかなり開きが、ポイント差はかなり出ちゃってるんですけど、まあでも塚田さんが一上がりすればね、あの状況変わってくるんで。変わるけど結構今のは決定だとは言わないですけど、はい、相当そうですよね、決まり手と言っても、まだでもあと2、3あるんで。そうですね、うん、そう5回戦だから長いんですよね。いや、原さんの闇点がお見事です。なんとなくなんかリャンソーを引く未来もなんかちょっとね見てみたかったんですけれど、リャンソーなんかあの柴田さんと塚田さんが切ってて、はい、和久津さんがあのですけど、ピンズでしたっけ、なんか覚えてない、トークツさんなんだっけ、なんか2人あの当面の、はい、あれなんだかちょっとごめんなさい見てなかった、はい、ライバルというか、はい、あのマークする2人が切ってたニャンソーなんで、はい、なんか次持ってきたら、切るでしょっていう、はい、嘘曲がりで大きいですからね単ピンドライチですよね。さあドラキュースと現状アラがトーンを仕掛けている状態。イッシャンテンテンパりました。テンパイ6球ピン、松方のテンパイは6球ピン。これ6ピン引いたら2リーチみたいになってありますかね。いや、まだそんな段階じゃないと思いますね。ああ、うん、ここはじゃあ素直に上がっておく。あーでもどうするかな、早いうちに積もっちゃったら。いやもうアラさん仕掛け入ってるんで。あ、そうですよね、そっかそっか、仕掛け入ってるし、もうヤバもまだ残ってるしね。塚田さんがこの点差どう考えてるかですよね、うん、まだあのシャあと丸々2半チャン残ってるんで、はい、なんとかここ3万点で終われば、うんうんうん、まだ全然射程圏と思えるのか、はい、もうこっからもう50、うん、60ポイントか、うんうんうん、ここで一発万願積もっとかないと、うんうん、もう厳しいって考えてるか、はい、でももう2段目入っちゃったらあれかな、
あ、9ピンだ、うん、はい、はい、ここは素直にね、1000は1900の上がりとなりました。塚田、これでひとまず現状ラス目からは脱出、まあ、競ってる状態ですけれどもね、まだ、あ、ごめんなさい、ラス目でした、失礼しました。さあ塚田親番です。ここは踏ん張りたい。ドラはチーマン、うん、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、なんかローピンねえ、なんかピンズがいいですよ。ドライチ、はい、タンヤオドライチは、はい、約束されたような手配、はい、あとワクツマンピンズで一メンツありますが、ちょっとゴツゴツしているか。柴田はちゃんと傾向、アラバーは良くなさそうに見えますね。これは塚田チャンス、なんとか、なんとか上がりたいですね、うんうんうん、この手は、うん、塚田も満貫チャンス、お、いいじゃないですか、いいペーコローピン、多分一番嬉しい牌でしたね。ですよね、もっと頭が欲しいですね。うん、アラはかなり苦しそうかなっていう気がします。いや、靴もなんかドラとか引くと一気に手牌が引き締まる。あら、あんまり嬉しくないか。ピンフイシャンペン、はい、ピンフイシャンペンになりました。ワクス追いつくか、約1メンツ、しかし何を、うん、あれはちょっと守備的にいくじゃないか、キューピン、現物のキューピンとか残して、なるほど、これはここにサブローピン抜け入れ。さあワクス両面両面のイーシャンペン、ちょっと受け入れ広がりました。はい、ワクツがドラを引いて、あとワクツもちょっと頭がない状態ですね。もうちょっとここまで来ると塚田はあれですかね、仕掛けとかも視野に入れてますかね。仕掛けちゃうと、でもアラさん上茶なんで、はい、結構もう絞られちゃうんですよね。あ、これ結構いいペコできてるんで、はい、なんか面前でほんとギリギリまで面前で頑張りたいですけど、でもいいペコ崩れそうですね、なんか崩れちゃうかも、もしかしたら、あ、崩れちゃいそう、確かに、うん、僕さ、パーソーが3枚見えになっちゃった。ああ、ちょっとパーソーの方が厳しくなってきたか。アラがそっか、スーソー2枚持ってるけど、これは出ないとして、そっか、関数層厳しいんだ。むうん、4枚目のウーピン、いいシャンス、関数層パワーのいいシャンス、そうそう、手放せばどうなの。三層から切っていく、うん、これサブロック9ピンの受け入れですかね。違う、あ、サブロ9ピンとスッチピンの受け入れがある状態です。塚田、ん、何を引いた。1万か、柴田もなんか手が進んできて、そしてアラもいいシャンテン、
なんか本当にあれはこう対応してこう回しつつも、うん、なんかシャンテン数を落としてないっていうか、それで終盤にピュッてテンパったりしてるのがやっぱすごいな、技術があるなって感じがします。お、そしてここで仕掛けてスーソー、でもこのスーソーもね泣けないので、で、さあ景色天杯カンパーピン、テンパらないな、何も引かない。あ、ワクさんにもテンパイ取られた。そうですね、テンパイ景色、テンパイパーマン現状2人テンパイ状態。まあでもあれですね、スイピンが柴田のところに、で柴田はもう対応、テンパらない。これいつも2回ですか。うん、さあ塚田テンパイする可能性ある子ますよね、サブロッキューピンね。キューピンチーサブロッキューピンチーできますよね。あ、キューピンだ、これチーで、あ、でも嘘を切れるのかって話ですかね。想像は結構切りやすいんじゃないかな。あ、リアンソーもパーソーも切れてるし、あ、でもなんかテンパってましたね。サブロッ、あ、フリテンか。ああ、なるほど。まあ、つなげたのは大きい、うんうん、そうですね、テンパイ取れた。柴田が、柴田だけテン、あ、ですね、アラモでもこれでテンパイか、これ入ってか、はい、あ、スーマンか、4つ嘘、何を切るか、嘘か、まあ、嘘でもいい、嘘か、塚田なんとかテンパイ、つながりました。塚田とは靴の2人テンパイで流局です。もう終盤のキューピン泣かなかったですね。キューピン1位取った方が良さそう、うん、たまたまパーマン引けましたけどね、フリテンスもね、うん、そうそうそう、もう流局しちゃいそうな雰囲気でしたよね。フリテンだったからリーチもできないし、さあ塚田凛ちゃんドラはスーサー、うん、まず一メンツ、頭苦しいか、そしてワクツソースの多い手格好です。三層がなんかもうすでに品切れになっちゃいましたね。ドラヒョウ、柴田ウソ、ドラヒョウアンコ、はい、三層とウソがこうブロックされている状態、そしてドラは誰も持ってないんですね。さあどんな風にドラがね回ってくるでしょうかね。ワクツさんまた仕掛けますかね。ソースですか、チーソーキューソーポン、いやもうソース模様ですよね。マンズですかね、そこだ。あ、ドラ引いた、柴田もドラゴ、柴田のこの換算層はねちょっとないんで、数層が重なってとか、まあ、3層なくてもまあなんとかはいなりそうですよね、はい、まあ、3層欲しいのは間違いないですけど、そうですよね、チーだ、両面チーですよ、両層チー、はい、だからこれ形とかじゃないんですよね、やっぱこう見せ仕掛けてこうプレッシャーかけるのが、ええ、目的というか、あ、いいの引いた
塚さん次パーソーとか出ちゃいますよ。これチーって入んじゃないですか。そうですね。そしたらもう気にせずにパーソーですね。そしてこれをまたチーで、これ見せられるとやっぱ次の想像、結構もう一枚ありましたね塚田。うん、行きづらいですもん ね。 あ、原さんも仕掛けた。はい、あの初恋で3人が仕掛けている状態。さあ何か重ねればですが、ね、ここでションパイの白行くんですよで、もうなんかなるほど。だってトンとちょっと…あ、しかも塚田嘘を切ってるいや、柴田さんもちょっとぶつけたいですよね。そうですよね。でもこの卵巣が切りにくいのかな。1枚目の卵巣の卵巣卵面チーですもんね、うん、なんかもあ、アラはちょっともう仕掛けていましたが、塚田さんが切った巣は仕掛けてないですもんね。そうですね。ちょっとじゃあ塚田さん卵巣は切りやすいか。卵巣今胃巣も通った。はい、柴田も手配が良くなってる。塚田は形式転廃狙いですかね。いや、ペンチーマン引いたら、あ、あれか。でもパーマン9番縦引きでも、はい、いきそうですけどね。なんか塚田は1つありますね、うん、あ、でもこれであるかな、うん、いきそう、うん、はい、マンズの方に行きました。さあ、そしてワクツ、イーシャンテン、ドラ引いた、行きたい、イーシャンテン。サブローマンチーマン、塚田さんはサブロックチーマンチーマン。あ、テンパイですよ、柴田。どれがいい。サブロッソー、しかし3層なし。ローソーは？ローソーか。1、2。あれ？2枚いる。お、これはなんかちょっともしかしたら、ピンツもいい。抵抗ドラドラ、ハネマンか。うん。これは、あ、こしたらこれ仕掛けてサブローマンで。サブローマンは？塚田も大きいですよ。1万2000ですよ。ローワンなし。ローアンなし。3万は分かんない3万1枚いるか。1枚いる。1、あ、え、なになに、2対1とか。2対1、2対1ぐらい。あ、3万ないわ。あ、3万ないんだ。ローマンなしでしょ。3万はローマンなし。3万なし。あら、あらららら、塚田さんピンチ。塚田さんピンチですね。柴田さんはチャンス。そう、切るかな柴田。これで跳ね回がればトップ目。うん、ないですよね。マンズ仕掛けられて、ソーズ仕掛けられて、はい、リーチですもんね。急走だですね。急走は切りづらいけど、A、これは切る。サブロスはどうなのかな。うわそして、なになに、急走チーペンチ、これペンチー層は、え、ちょっと、なにペンチー層ない。ないそうね、あらが持ってる。そして、あらはなんかいろいろ挟まれちゃって辛いですね。ピンスは切れるんですかね。あら、いや、リーチには全然通ってないですからね。あ、ほんとだ、やだ。あ、もう切りづらいけど、カットいって切る範囲ないですもんねそうだ、Gピン行くでしょう、うん、Gピンは行く。柴田にサブローマンとか通ってないんですかね。通ってないですよね。ね、いや、まだいる。ローソーどうなる。あ、なんかもうほんと迷わずですね。ローソーだ。あー、あー、でもここは出ない。うん、あと1枚。
さあ決着つくのかいるのかローソン。塚田さんが入って最後の角はで、そうですね、あと塚田はでもどうすんだろう。あ、ローソンとか引いちゃったら掴んだらなんか切る数万とか、ウーマンが3枚見えてるのか、あどうですかね。あ、これは切る。さあ流局しました。手に汗に切る戦いでしたけれどもね、3人転敗、みんな高い。鎮逸と鎮逸ドラと、はい、鎮逸とメンタンピンペコドラドラとみんなハネマンクラスのこんな戦い。マラとしては誰も上がらなくてよかったっていう胸をなで下ろしてる感じでしょうかね。マラさんからしたら親落ちて、はい、流局流局みたいなのが一番、まあ加点するのが一番いいんですけど、加点して親流すのが一番いいんですけど、まあこの一人の手はあまり歓迎できないですね。あんまり嬉しくはない。さあドラがチュンになります。靴のところにチュンが1枚。芝田ですね、掃除とピンツで一目つありました。そして早速トーンは1泣き塚田です。塚田さんもちょっとギアチェンジしてきましたね。ちょっともっと貪欲に行くぞとここを浮かないと結構、うんね、きつくなっちゃうんで、うん、で和久津さんはもうドラかぶせてるんですね。あドラのチューン来てます。ちなみにこんな感じの手格好ですね。端っこの方に寄せてっている状態。柴田もかなりまとまりやすそう。あ、そしてこれ嬉しいですね。このガンローマンつながるの。お、嬉しい。ローマン引き緊張。ドラはね、阿久津が1枚切ってるだけで誰かの手元にありませんが、こうやって誰か1人切っちゃうと他の人たちも切りやすいから、なんか後で重なってのを防がれたりとかね、そんな効果もありますよね。うん、単葉の方に寄ってってるイーシャンテン、何残す？ちょっとイーペコめ残したいんで。なるほど、はい、なんつかでもイーシャンテン。ただちょっとペンスちゃん残ってるのがネックですかね。残った形はあまり良くない。先輩だ、バッピン、うん、まあ、一手代わり3色っていうのもありますけれども、まあ、ここは1タイヤピン、はい、ウーピンで上がりで7700あるんで、はい、バッピンいいんじゃないですかね。山4ですね。4山バッピン、はい、高めのウーピンも2山。50メリッチですもんね。塚田イーシャンテンですか。これどうするか、うん、とりあえず数字のパーソー。柴田さんはこれぐらいは積もっておきたい。はい、パーピンでもいいから積もっておきたい、ね、パーピンでもいいから。せっかくね4万2000点ぐらいまであったんですけれども、うん、荒に高いの補充する形となってしまって、現状ラス目。さあこれで浮上できるか、パーピンいるか。まだ枚数減ないですもんね。まだ4山、はい。塚田さんもなんだかんだ追いつきそうになってきた。そうですね、あとはどうだ。9万頑固になってね、塚田も。これ三層は荒さ持ってるけど切ってくれない。よそ中筋になったんで。あ、はい、そうなると三層でも荒さんはやっぱりこう、あの塚田さん親にだけは連チャンさせたくないんで。あ、やっぱりそうですよね、競ってる相手ですもんね。柴田が上がるんだったらいいやみたいな
ところもありますかね。まあ、よくはないですけど、親に連チャンが一番最悪っていうか嫌なんで、はい、あの現状3番手のちょうどライバルなんで、はい、じゃあ塚田に有利な牌は打たない。いやそういっす。あ、3ピン押しましたね。さあまだでもバーピンがありますもんね。まだ打ってない。打ってないんじゃないですか。3、あ、なんかウーピンは1枚減ったような気がする。あとでも3枚。はい、まだ3枚あります。高めのウーピンもあるし。あ、ここで3層が、そしてローピン、カンローマン中膨れのマジですね。ローマン1枚いる。ローマン1枚いる。あ、言えないです、ロマンは。まあでもどっかで変えるつもりですかね、もしかしたら。でも6番がきつく、切りづらい、うん。まあ、変えるならイーソー短期とかちょっと良さそうでしたけどね。ああ、じゃあひとまずやっぱり連チャンを維持する。あ、ここでウーピンが湧くつ。パーピンがね、まだ2枚あるんじゃないですかね。パーピンまだいる。50ミリ位置、ウッパーピン。塚さんでもこれウッパーピン掴んだらどうするかな。ここは積もりたいか、しかし積もれなかったか。でも塚田が最後ですね、うん、ウッパーピン掴んだら結構危ないかも。何ですか、パーピンだ。危ないかも。これは、うん、切る、降りるとしたら何ですか。あ、パーピンだ。6球、ローマンよりかパーピンの方が切りやすいですもんね。そうですよね、6球もかなりきつそうですよね。法定ですもんね、これ。最後法定に、はい、いたのはパーピンでした。柴田の上がり、はい、リーチ単用ピン不法定で7700点。ここで柴田大きく大きく点数を取り戻すことに成功。塚田さんは痛い。そうですね、結構大きく後退する形となってしまったかもしれません。柴田さん、荒さんもは嬉しい、荒、はい、さんも悪くない。嬉しいですよね。さあ柴田、先ほど上がった柴田ですが、ドアメンツ1個ありましたね。荒は、おお、いきなりカンリアンズを入れて1メンツ。塚田はちょっとハイパイされないですかね。さあ塚田ラス目、ほんと現状荒と、ね、塚田が引き離される形になってきていますかね。塚田さんは2局で12,000点。うん、なんとか浮き、半チャン、2半チャンって50、このまま終わった場合、はい、50ポイントになるとやっぱ結構きついん で、 で逃げるのが荒さんと和久津さんっていうのがもうすごく追いかけるガードは本当に、はい、ほんと巧みに逃げ切ってきそうですよね。アラさんテンパりましたか。アラさんテンパイ、役なし。アラが現状テンパイ、カンパそうですね。役なし状態。ただ一手代わりで一気通貫ある。ここは闇点、ドラ引いた親番は靴。さあどうするか。柴田さんはパースを残して、はい、789の3色強く見てますね。あー、なるほど。これはそうなるとじゃあ両ピンキと、もうじゃあ脱点です、ね、一平国か三色か、はい、どうなるか。こっちも一平、あ、でももう一回9ピン切っちゃってますからね。さあ、アラがテンパイしている。
今靴の手配まとまり、そして今なんかローマンですかね。ローマンですね。これはちょっと難しい。何が暗号だ。一瞬点。和靴も六チズパ。六チズパ一瞬点。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、間違いです。つかさもこれリーチまで行きたい。あ、固定ですよね、ドラマありますし、何もあるし、はい、固定しましたね。急走残した。さあ柴田くっつきのインシャンテン、なんか上の方、上の操作とかね。あ、これで荒川サーズの一気通貫が。ちょっと私ちょっと柴田のパーソー浮いてるのがちょっと気になってしょうがないんですけど、パーソーにくっつけばチャンス。そうですね。でちょっとイーサーにもくっつきにくいかなってことは出にくい。くっつくとしたらパーソーの方。あ、テンパイ、スッチーピン。いっそう切りそうな感じですかね。パーソーは出ない。アラさんのパーソーは現状山にはない。山にはそうですね、まあ、靴のところにもしっかりメンツ作られてて、あと柴田がと1枚浮いてる状態ですが、ここで出たテンパイですからね。さあ、荒の上がり、一気通貫2600点。荒さん、これでトップ浮上ですね。さっき柴田トップ目でしたけれども、これで荒がトップに。さあ、オーラスになりました。親番は柴田になります。いや、展望をとってもまた我のその繰り返しでちょっとね、疲労しちゃいますよね。そんなハイパイなんとかつなぎたい。柴田さん浮いてるとはいえ、荒さんより上には行っておきたいですよね。うん、勝ち上がりを見るんだったら。靴もちょっと手配も苦しいか。まあ、ひとまず柴田がレンチャン狙いか。塚田ラスメ、うん、やめ立つ。マクツはこの手で仕掛けとかありますか。まあ、一応、はい、柴さんが切ったトンは仕掛けてないなと思ってます。はい。いや、じゃあ次とかどうなのかななんて。いや、あの和久さんの柴さん親の上茶なんで、はい、最悪もあの絞り殺してもうあの徹底ガードしてれば。あ、なるほど。じゃあ自分は動かずにもう絞っちゃおうっていう。和久さん何が嫌かって、あの高い手の親の闇点に包従するのと、はい、やっぱあの親の連チャンが嫌なんで、 あともう本当に局潰していけば上がらなくて、はい、もう安い手でも上がるか、もう最悪上がらなくても局潰れればいいんで、はい、でも川はこういう風にして、なんていうんですか、塚田さんにこうなんで圧をかけるというか、うーん、下茶でやっぱこうピンズ1枚も切らないかわされたら結構やりづらいというか、はい、私は仕掛けた、うん、だらだらあら。でもちょっと上がりには難しいでしょうかね。これでもうここから対応ですよね、はい、どうしますか。はい、多分1枚も切らないと思いますよ。あ、もうこれ以上柴田には食わせないと。
さあこれで単用確定する形イシャンテン。お、アラが動きました。チュンがドイツ、チュンがまだ山に2枚。はい、あ、天敗です。抜走、ただドラマもないのかな。お、自力、あ、ありますね、ドラマね。ドラ1枚ドラ1枚ブーソーも1枚あります。柴田上がり目抜走、そして中暗号一シャンテン。枠さんも何も切らないですからね。うん、徹底してます。でも本当なんか上手いですね。そう、なんかすごいところから腰掛けて場を撹乱させるのも、こうやってしっかり絞り切るのも上手い。今トントンですよね。もうなんか何引いてきてもトントン残しておいたトンみたいな感じですよね。ゆうゆうと。そしてアラもここは自力でね、上がりきってのトップあるか。アラさん、ウッパーピンが結構きついですか。パソなくなった。あ、ウッパーピンがきついんですね。ローマンもちょっと、あ、本当だ、1枚。そして柴田ももう嘘1枚ですね、上がり。でもまあ柴田とりあえず連チャンですよね。連チャンです、ね。これでアラさんどうするかな。ーローマンはどうですか。切れにくい。スーサーは切れる。さあ柴田いるか。うそ、これで一人テンパイ取れればあれですよね。あの一応トップ目ですよね。一旦逆転しますか。一旦トップ目。さあ残り少なくなってきました。あらばこの辺でギブアップですかね。そうですね、うん、ちょ、イシャンテン塚田ですが、まあもうね、ウソもパソも切れないところでしょうかね。さあ最後のツモはどうだ。まあでも一人転廃3000点の収入にはなる。まあ最低限のなんかことはできたみたいな感じですね。なんとか連チャンをつなぐことが、これで配点になります。さあ柴田の一人転廃で流局となります。一本場、これでトップ目がね、柴田に変わりました。柴田さん、まだトップは欲しいんですけど、はい、まだ点数がまだ全然足りないんで。そうですよね、ちっちゃいトップじゃ足りないですよね。ドライソー、あ、なんかハイパーいいんじゃないんですか。どうですか。良さそうだけど、あ、でもどうだろう、仕掛けたりとかちょっと しにくそうな。メンツはなし、あった、ね、スーピンあんこ、スーピンがあんこ、まあ、面前ででも行かなきゃいけなさそうな雰囲気ですよね。なんか3個とかつけれれば、うん、でかいですね。うん、白と初統一、打点の種はありそうですけど、ちょっと形は良くないですね、うん、そうですね。ドラ引いた、あ、もういいしょって、リーズもドライチで十分ですか。うんうんうん、ただ何をっていくか、シャンポン固定みたいな感じですかね。一応ウーソー9層残したの、数層とかから引けば一通の変換待ち、はい、みたいな、9万9万っていう、なるほどなるほど、いく格好ですかね、はい。まあ、ここですぐテンパったらリーチだと思うんですけど、はい、塚田さんは打点つけたい。これはピンズのターツ払ってきましたかね。
そしてチュントイツ、阿久津、イーシャンテン、サワラも総図で一面ずつできた。そしてこの初を塚田が仕掛けていきます。手の内に白も2枚マンツたくさんあります。そしたら阿久津はどうでしょうかね。あ、でも何切ってきましたね。ただ阿久津もちょっと行く体勢ですか、うん、1枚ちょっと今からちょっと完璧に降りるのはちょっと難しそうなんで、あ、まあ、ローンされなければみたいな、はい、あ、いいですねこのチーピン。で、まあ柴さん仕掛けてくれたらもうそこからもう対応すればいいんで、はい、やっぱ面前のなんだろうな、高い手に包丁したくない、うん、まあ、包丁は嫌なんですけど、はい、まあ、リードはあるんで、うん、ピンズのついた。さあどこでしょうか。白切りましたね。そしてこの白をポン、うん、2つに風呂、イーシャンテン、初間切る。そしてチートイツテンパイ9ピンです。9ピンは現状2枚切れ。マンズはもうハックハツポンで9は余らしちゃったんで、もうすぐは行きづらいですけども、はい、回れない周り、うん、ヤンマンとか切っちゃってますもんね。ああ、ナオはね自分で切ってる。テンパイです。これはリーチか。ローピンと9万のシャンポン待ち。9万は1枚切れてますね。ローピン、あれローピンなんかあと1枚、1枚1枚。ワックツさんはどうするか。ワックツはでも9ピンとかパーピンとかもう降りることはいくらでもって感じですかね。もう徹底しますね、うんうん、なんか徹底に。そして一応9万が筋になり出やすいかもしれない。あらもいいシャンテン。パソはちょっと切りにくいか。アラさん目線、ね、まだあのチューン見えてないで、はい、大三元あるんでちょっと怖いですよね。あ、なるほど。塚田に対して、さあいるか。柴田9万積もるとね2600オールになるんでかなり大きな加点になります。現状60ポイントぐらいなんで、はい、50ポイントぐらいになりますか。うん、さあどうでしょうか。塚田イーシャンテン、テンパイ、サブローマン。サブローマン強そう。そうですね、あの現物だし。9万もいる。ドラ。ドラは、ドラも切る。さあ、どっちに軍配を微笑むのか。さあ、もうアラ引いた。これは切らない。ローピンもね、まだ。いますしね。ロピンいます。ロピン2枚、いた。あ、1枚、まだ1枚1枚。3番だ。3万。ここは塚田の上がり。約本一7700点でしょうかね。6万だとカンちゃんにとって8000でしたね。あのシャーチャでシャーがつく。あ、さあはい、3回戦トップはアラ、2着は柴田、3着塚田、4着は靴。以上の並びで3回戦終了しました。続きまして4回戦です。